最近テレビばっか出てますけど、歌手辞めてお笑い芸人でもなったんですか？より、ああいましたね、あの渋谷の路上で俺らの曲歌ってたやつね。路上の石ころにつまずかないようにせいぜい気をつけてくださいね。そもそも YouTube 出てくれって言ってる時点で、まあもう負けてるんじゃないかなと思いますけど。まあ、まさに一発屋の典型的というか、まあ本当今のうちにしっかりお金稼いでてくださいって感じですかね。一発屋って言いますけど、ベスト100に今僕の曲4曲入ってるんですよ。マイパスって代表曲何でしたっけ？逆にその代表曲なしで埼玉スーパーアリーナを埋めることの難しさっていうのが、まあ、まだ全然分かってないっていうことが所詮一発屋だなと思いますけど。拾ってもらった恩は感じてます。あの段階で僕に唾つけておいてよかったですね。まあ、そもそもあいつ俺がいなかったら成立してないと俺は思ってるんで、もし今日ガチガチやってやろうかなと思ってます。50万人までは彼の力を頼らないで自分でやるって決めてたので、あとは彼を倒すだけです。森家の末裔を舐めないでいただきたいというか、やっぱこっちが背負ってるのって森家なんですよね。負けたらパパに泣きつくんです。今日で全てがひっくり返ります。ゆうりチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ゆうりです。今回はですね、僕たちゆうりチャンネルの登録者の数が50万人いったということで、スペシャルゲストを呼んでます。ひろきくんです。どうも、マイナスソリボーカルだけです。よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさん生意気なこと言ってさっきはすいませんでした。全然大丈夫です。香り映像がね、きっと流れてると、流れてからこれだと思うんだけど。そうだね。すごくね、本当に全部覚えてません。ブレるんでやめてもらっていいですか？貫き通しておいてもらっていいですか？わかりました。でもね、このバトルに関しては本当に申し訳ないけど、ボコボコにさせていただく。なんや、ブレてねえじゃねえか。急に軌道修正すんない。いや、でもここでは負けられないので。そうですね、はい、ここはもう真面目にね、はい、はい、ちょっと頑張りたいと思います、はい、早速いいですから。早っ。早いね。え、早いですね。まあ、白くつけましょう、ちゃんと。何なんですか、そのキャラ。激ダルなんですよ。Urine 6。ルール説明。カラオケ採点の点数で戦う。自分の歌、相手の歌を歌い、合計の点数で争う。今回戦う曲は、ハイエナ、ドライフラワー。Ready。ファイト。キーだけ下げるのよ。キーだけね。で、ちょっと、俺さっき、ボイスレコーダーで、うん、自分の歌うやつの音源だけ取ったんだよ。めちゃくちゃマジじゃん。なあでしょ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 。いや。C じゃないんだよ。C じゃないんだよ。じゃあ早速。めっちゃマジで歌うの。立って歌うの。もちろん。やっぱりボスですから。いやいや、ボスじゃないです。ボスじゃないでしょ。あ、ちょっと始まる。採点が入ってない。あ、すごいミス。ねえ、緊張してる。ちょっとこんな初歩的なミスある。何してんの、まだ。今までは、あーじゃないんだよ。あ、採点が入ってないじゃないんだよ。なんか、いや、やりづらいわ。なんでだよ。なんでだよ。なんか、なんか緊張するもん。ひろくんはいつまでたっても仲良くしてくれるからすごく嬉しいんだけど、ずっと緊張する。なんでよ、もう名だたる人やってんだよ。いや、ぶっちぎりで緊張するよ。いやいや、なんで。ひび割れた幸せの時を過ごすほど
あの背伸び飢えている悲しいハイエナみたいな噛みついて邪魔をしてエゴを押し付けてるだけ。いやいや悪いは誰だ抱いてないで大地にまみれ変わらないのなんで自分一人幸せになれない叶わないだから逃げ出すの愛想をともせず愛をまた欲しがるだけでしょう。僕は弱いね弱いね弱くて意地いや存じてます存じてます主演で浴びてたの見ましたから確かに本当だよ、ね、なるほどね。いや入れますよ。はいはい、あ立った方がいいんじゃない、大丈夫ですか。いや大丈夫大丈夫ほっといてください。ほんとに、ちょっと90なんか出るかな。生聞けるのめっちゃ嬉しい。あちょっとすいません。あごめんなさい。
日々は寝た幸せな時を過ごそうほど甘せこびくれている悲しい愛なみたいな噛みついて邪魔をしてエゴを押し付けたんだけどいやいや悪いのは誰だ書いて泣いて大地にまみれ変わらないのなんで自分一人幸せになれないから話題だから逃げ出すの愛想を灯せず愛をまた欲しがるだけでしょ僕は弱いね弱いね弱くて意地プレッシャーかけてきたもん。いや、かけてないでしょ。だって俺元から感じてたでしょ。いや俺あの C メロ間違えたことないもん。嘘つけよ。いやマジ。本当。だからなんかね、なんかあったな。
やめてよ、やめてよ。キーあげます。一個だけあげていいですか。本当、全然全然。二個ぐらいあげたら。もうなんでやめてよ。やばいじゃん。やばいじゃん。やめてよ。やめてよ。姑息な手で勝とうとしてくるの。ハイエナが思ったように歌えず、いじけるユーリ。果たして後半逆転することはできるのか。Ready。はい。じゃあ入れますね。はい。なんだろう、俺も無理だ。いやいや、ちょっとね、ねえねえ、諦めないで。気持ちで負けないでやめてもらっていい？多分私じゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと争うと思ってた。きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで見たら、今日のことで笑ってくれるかな。理由もちゃんと泣くのは嫌。彼も彼も不器用なとこも全部全部嫌いじゃないの。ドアに不安みたい。君との日々もきっときっときっと気じゃなくてよかった。もう泣かされることもないし、私ばかりなんて言葉もなくなった。何か悲しい別れでも時間が経てば忘れてる。新しい人と学ぶ君はちゃんとうまくやれているのかな。もう顔も見たくないからさ、してこないでほしい。都合がいいのは変わってもないんだね。でももし出来ひどいまた少し返事。これもかも不器用なそこも多分今も嫌いじゃないの。時間が経てばきっと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 言い終わせろ。素敵だ。素敵。新たな曲です。新たな曲ですよ。月明かりに魔物が揺れる。きっと私もどうかしても、グリーミー色彩が浮かぶ。ああ高き灰色が胸の奥、ずっとあなたの名前を呼ぶ。月という気持ちまた変わる。ああ彼も彼も不器用な魚も全部ずっと抱えてよ。
これ汚いな。いやいや、そこ最低。あそこ加点材料じゃねえっすよ。なんと。最後なんかさ、裏声で言わないしさ。まだ出てないから。まだ出てないから。無理だ。こんなん絶対無理だ。いいぞいいぞ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 。俺は何点出したら勝てるの。やっぱ参ります。やっぱ参ります。これゆりくん、ドライフラワー単体で負けたら初めてだよ。負けたらマジでやばい。もう鼻ほじるわマジで堂々と。ちょっと一回待ってもらっていいですか。え、ひろきくん何点だった。 93.203 です。何点出せばいいんですか。 94.232 出さないと。まあ、見てて見てて。ちなみに俺に勝ったら、うん、あれですよ。ちなみに今後ずっと有利に出てもらいますから。毎回俺もだからレギュラーってことは何かとあれば呼びます。俺負けたらひろきくんとその人が戦う。じゃあ勝たない方が得じゃねえかこれ。何なんだよそれ。じゃあ行きますね。多分私じゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばかりしてさ、ごめんよね。ずっと話そうと思ってた。きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。声もかも不器用なと私ばかりなんて言葉もなくなった。あんなに悲しい別れでも時間が経ってば忘れてく。新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれているのかな。もう顔も見たくないからさ、変に連絡してこないに欲しい。都合がいいのは変わってないんだね。でも無視できずにまた少しエッジ。声も顔も不器用なとこも多分今も嫌いじゃないの。ドライフラワー見たく時間が経てばきっときっと不器用なとこも全部
さ、ずっと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 抱えてよ。頼む、94以上じゃないと勝ちじゃないんだよね。もうさあ、何か50万人記念で俺負けんの。よっしゃー、ありがとうございます。俺、ひじゅうくん何点だった？ 93.203。これもう俺の勝ちですからね、もはや。なんでだよ、なんでだよ。どういう理論。危なぁ、ほんとに。俺、この点数初めてってくらいだよ。マジ、なんか、つうか、血は知ってたもんね、目が。もうなんかさ、でもね、危機迫るものがあったよね。でもなんか、俺ヒロってずるいなと思ったのが、俺歌ってる時に、まあこの曲はまあまあ自信あるの。あなたの曲だけどね。なんか、うまいねって言ったでしょ、途中、うん、なんかそれなんか俺、うまい、俺の曲だよって。なんかそれはちょっと笑かしに来てるのかなって。いやいや、笑かし、素直な気持ちです。あ、ありがとうございます。あのバーがね、はい、いい感じだったじゃん、めっちゃ。虹色に光ってました、ね、虹色に光りまくってたんで、うまっと思って。何点差で負けてる？合計 0.5 点差。あー、まあ負けは負けですからね。うん、そうね。なんかもう一曲とか無理なの？え？無理じゃん、もう一曲とか。もう一曲？うん、まあ、まあやりたいんだったら、そのなんかこう、態度ってあるよね。ちょっと本当にマジでお願いしたいですね、これ本当に。もう一曲？ええ、50万人くらいで、はい、ちょっと2曲っていう風に LINE にしましたけど、はい、まあ、ちょっと舐めてたし、もう正直ぶっちぎりで勝てると思ってて本当にすいませんでした。なので、はい、本当にもう1曲だけちょっとやれたらな。もう1曲、はい、ちょっとお願いしたいです。無理っす、お願いします。無理っす、本当、本当マイファーストの曲で。いやいや、もっと無理っす。それ全然俺に有利なものじゃないんだ。いや、逆に本当にもう、何でも、何でもいいんで。もう一曲やろうじゃん。はい、いいですか。いいっすよ、ありがとうございます。いや、もしやるとしたら何、もう一曲。もう本当に僕は何でも。かくれんぼ聞きたいっす。あ、もう、そう、最高だね。かくれん、最高だね。なるほどね。ただ、その、あの、ちょ、一個だけ、もうやってくれるってことでいいですか、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。喋りすぎじゃない？本当にありがとうございます。ワンターン長い。君のワンターン長い。ただ、俺まだ喋ってないから。勝ったらこのことなかったからより喜んでもいいですか？いや、ちゃんと使ってもらうよ。いや、ちゃんと使ってもらうよ、ここまでは。そうだけど、うん、でも3回やりますからね。もう決まりですけど、でも勝ったらめちゃくちゃ喜ばせてください。それ、何ですか？これまた合計点ですか？それとも単純にもう、次の曲に、まあそれは決めてもらってもいいっすよ、別に。めちゃくちゃ動かなくなる。お前現状負けてる。お前現状負けてる。急にすごいな、お前のこのやれるってなった時のこの感じが。でも本当にどちらでも、まあ合計点だとちょっともうじゃあややこいから、次の1曲の一発バトル、一発バトル。え、わかりました。ズカルール説明、かくれんぼを1回ずつ歌い点数の高い方が勝者。Ready. Fight. かくれんぼね、はい、うわ、これ自信ねえわ、マジで。本当にありがとうございます。だからかくれんぼとドライフラワーももらえるチャンスだね。ドライフラワーは勝ったんだよ。2枚抜きでしょ、2枚抜き。散らかったこの狭い部屋は孤独と二人気が積もる。文句を言いながら片付けてくれた君は出かけたまま、君にもらったタンブラー、自由の女神の偉そうも部屋の隅で寂しそうな顔をしている。君はまたね
たいね。嘘はやめて、と口うるさく言ってたでしょ。そんな君が嘘をつくの、僕を一人置いてくなんて間違ってるよ。隠れんぼなんかしないで、もういいよって早く言って、もういいかい、その言葉が宙に舞う。隠れんぼなんかしないで、まだだよって焦らさないで、もういいかい、もういいかい、Goodbye。 余裕じゃん何急に余裕、最初からこの曲にしてけばよかったかくれんぼとドライフライしてけばよかったよね君の夢何度も僕は見るたびに、またかよって言葉をこぼして、一人泣きまた夢の中に、部屋に隠れた面影たちは簡単に見つけられるのに、君はさ隠れるのが上手だね。僕は目つむって膝抱えて、まだ10秒数え終わっていないのに、のぞき見してずるしたから、君はどこかいなくなってしまったのかな。じゃんけんで負けて僕が鬼、そんな上手に隠れないで、出てきてよもういいだろう、日が沈む。隠れんぼなんかしてないで、この声に答えてよ、もういいかい、もういいよ、聞かせて、どこにいるの。バカだよな、わかってるよバカさ、もう君からは僕を感じないんだ。君の頭の中は満員、まるで朝の小田急線、僕が乗り込む隙間なんてないのかな。一人にしないで、なんかしないで、もういいよって早く言って、もういいかい、その言葉が宙に舞う。隠れんぼなんかしてないで、まだだよっていじらさないで、もういいかい、もういいかい、 Goodbye。 なるほどね、なるほどね、これは結構強いよね。強いね、これ結構強くない？これは強いね。いやー93出るんじゃないですか、また。いやー94は出るんじゃないかな。94いくかな。うん、456はいくんじゃない。どんどん上がってって、どんどんメキメキ上がってっていや、これきちいな。バグれ、バグって88、バグって98。いや、よかった、よかったよ。何がダメなの？慣れてきたらアレンジ入れた方がいいって。今のはちょっと想定外じゃなかった？うん、正直ちょっと行ったと思ったよね。もう圧勝だと思ってた。俺も絶対行ったと思った。カラオケってわからないですね。わー、ちょっと待って、91だったらワンチャン頑張れんだよな。ひろきくん忘れてるな。この狭い部屋は孤独と二人息がつまむ。文句を言いながら片付けてくれた君は出かけたまま。君にもらったトンボは自由の女神のイラストも、部屋の隅で寂しそうな顔をしている。君はまたねって言いたよね。嘘を
やめて独自を咲いてたでしょ。そんな君が嘘をつくの、僕を人に置いてくなんて間違ってるよ。隠れんぼなんかしてないで、もういいよって早く言って、もう一回その言葉が宙に舞う。隠れんぼなんかしてないで、まだだよって死なさないで、もう一回もう一回 Goodbye。 虹色だわ、虹色。いや、音程だとね、わかんないよね、この曲。この曲誰だ。君の夢何度も僕を見るたびに、またかよって言葉をこぼして、一人が決まった夢の中に、部屋に隠れた面影たちは簡単に見つけられるのに、君はさ隠れるのが上手だね。曲を目つむって膝抱えて、また10秒数え終わっていないのに、のぞき見してどうしたから、君はどこかいなくなってしまったのかな。じゃんけんで負けて僕が鬼、そんな上手に隠れないで、出てきてよもういいだろ、日が沈む。隠れんぼなんかしてないで、この声に答えてよ、もういいかい、もういいよ、聞かせてどこにいるの。してないで、もういいよって早く言って、もう一回その言葉が宙に舞う。隠れんぼなんかしてないで、まだだよって焦らさないで、もう一回もう一回 Goodbye。 やばすごい素敵だな。急一にもう忘れちゃった。急一にね、すごく良かった。ちょっとお願い、本当にお願い。あの途中のフェイク、俺のやつとユーリのやつ違うもん、ね、そう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 、そうなのよ。お願いましてお願い、もう圧勝させてくれ。お願いします、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 お願いします。ちょっと大丈夫ですか、チャンスくれたけど。先輩、先輩、やだーやだよーやだよーやだよー。なんか、待って待って、なんかまぐれみたいになっとる。いやいや、さっきの勝ちがまぐれみたいになっとる。まぐれぐらい下手なベースだ。でも頑張ってたよ。だるだるいや、頑張った頑張った、おしゃくそだるいや。あ、ちょっと待って、何ですか、機械からのコメント見るから。出だしがフライング気味です。体でリズムを取り、タイミングを使いましょう。こうね、こういうのも大事だよ。こういうの足とかさ、そんな曲じゃねえ、こんな曲じゃねえ。なんで横乗りの曲だよ。隠れんぼなんかじゃないよ。こんな曲じゃない。嬉しい嬉しい。でもね、きつ、勝つまでやろうと思ってたので3曲目で終われたのがすごく嬉しいです。ねえ、もうやだ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 。なんかこの曲で
で負けんのが一番恥ずい。なんで一番、いや俺のバージョンもあるからや俺のバージョンもあるからやね。でもさ、ひろきくんバージョンのかくれんぼがあったら話変わってきてたかもしれない。そこはね、本当にね、良かったなと思います。やめて、そのなんか、それも、ま、ましたよ、ダメダメ、いやいや、その感じが余計またしんどいの気使われてますみたいな感じが。いやでも、あの、負けましたって言ってもらってもいいですか。え、言いましたよね、僕、3回目もらった時に何が何でも3回目は喜びますよって言ったら、ちょっと負け認めてもらってもいいですか。水を得た魚のように、急に見てますよ、ぜひ。すいません、今回の勝負はあの負けました。やったいやこれマイファスのファンに叩かれるんじゃないかな。でもちょっと待って、ちょっと待って、はいはいはい、1回目のさ、うん、あなたがまずね僕のところに持ってきたゲームは、うん、まずさ俺が勝ったわけじゃん 0.5 点差でね、はい、この総合得点で、はい、で、まあ1勝1敗だよね。ああ、まあ、別にそれでも。メダルめっちゃ。おい。年の差12個離れた。だ、でも、本当に、じゃあ僕100万人頑張って目指すんで、その時はまたカラオケバトルしてほしいです。いやいや、100万人と言わずに別にもう明日でもいいですよ。あはそれちょっと。なんでやねん。なんでそっちから断れるパターンで。100万人まで行くまでに、はい、あのひろきくんをこう出てもらう企画はいっぱい考えるので、カラオケバトルは100万人まで。あ、なるほどね。その間ちょいちょい出るんですね。めちゃくちゃ出ます。めちゃくちゃ出るんです。大丈夫ですか？めちゃくちゃ出るんです。きっかけをくれた人なんで、みんなは多分まだ出会ってなかったんだけど、ほんときっかけをくれた人だから、これからもね、やっぱあやかっていかないとね。やばい。おい、ドライフラワーやろう。おい、バキバキ乾かしてやろう、お前。バキバキに乾かしてやろう。怖い。まあ、勝ちと負けということでね、今回の企画は終わるわけなんですが。はず。いや、すごく楽しかった。あそこで終わっとけばな、今日はいいの見れたのにな。ゆりチャンネルは？いや、ゆりチャンネル終わらないんですか？僕のためのチャンネルだから。なるほどね。そうですよね。まあそりゃそうですよね。いやでも本当にすごく最高だった。これ引き分けにして対戦でいいの？おっと身内にも敵がいた。ほらやっぱそうですよ。そうだよね。そうだよね。だってもともとさあなたが持ってきた勝負に俺勝ったわけですから。ちゃんとね。明らかにゆり君に分がありすぎたんで。ほら何敵ほらほらえ、だってマイバスチャンネルの人マイバスチャンネルの人でしょ。ちなみにあの態度はちょっと俺もイラついた。やばいじゃんやばいじゃん謀反起きてるよ身内の中で。本当に皆さんすいませんでした。本当にそんなうざかったな。いや、なんでね、ちょっとこれを改めてやらせてもらってもいいですか、もう一回。いいよいいよ、お願いします。お願いします。引き分けだからな、現状。現状引き分けだから。次こそ決着つけましょう。はい、次こそね。はい、いいんじゃないですか、この50万人記念で引き分けに持ち込んだって。確かにないでしょ、今まで。うん、ない。引き分けは意地でも勝ちにしてる。まあ、無理やりな引き分けですけどね。いや何言ってんすか。え、だるいやん。3点差でしょ。え、やばいやん。2回目は、まあ、それはそうだね。ドライフラワーで93点って数字見た時引いたわ。絶望するよね、なんかもうあれ、なんか気持ちで負けんのやめてくんない。分かった。もうすねてたじゃん。なんなんこれ、マジでやだわ、こんな。全然楽しくなかったもん、なのあの時。いやでも本当にありがとうございました。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。あ、そう見て。あ、そうですね。ありがとうございます。来ていただいて。僕いっぱい持ってるんで、ぜひ皆さんもルルダフェイトぜひ来てください。めちゃくちゃ宣伝してくれる。めちゃくちゃ宣伝してくれる。でも本当にめちゃくちゃかっこいい。見て、ジュンもあれ着てんの。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりさ、かっこいい服をさ、かっこいいやつが着るとさらにかっこよく見えるよね。わかる。ねえ、締めのコメントじゃないよ。これ、ルルダフェイトチャンネルみたいな。 YouTube って、これ結局編集あるから、これどっか途中に持ってきてますから。あ、そう。大丈夫、大丈夫。やめてもらって。急になんか業界ねじ込むけど、やめてもらって。全然 YouTuber じゃないですね。まあ YouTuber じゃないです。僕ちょっと専門テレビなんで。ごめんなさい、ちょっと松本さんがいるんですよ。ごめんなさい、すいません。早くヒカキンさんに会わなきゃ。まあね、そんな感じで、はい、今日の勝負は引き分けということで、また、はい、再機会があったら再戦よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ということでね、皆さんチャンネル登録とグッドはお忘れなく。ひろきゅんでした。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。